なゲストさんが来てくれました。この方です。はい、ひみチャンネルです。よろしくお願いします。ひみチャンネルより茜谷ひみが様がいらっしゃいました。よろしくお願いします。普段はね、プリちゃんとかで私たちリングマリーを、はい、そうなんです、かわいい、かっこいいで、そう、リングマリーチャンネルかと思いきやですね、今日は楽しくちょっとボーリング対決をしたいなと思いまして、はい、やっぱ一緒にこうライブをしてる中でも、うん、ひみちゃんめちゃめちゃもう運動神経が良くてダンスとかすごいんですよ。ありがとうございます。で、あ、何一つ勝てないなと思ったんですけど、はい、どうやらボーリングが苦手だという噂を聞いたので、はい、ちょっとですね、ボーリングでなら勝てるかなと思って勝てますよ、本当に全然勝てますよ。私はでも運動何にもできないからちょっとどんな勝負になるか想像つかないけど、はい、ちょっとひみちゃんをに勝つために今日は対決を挑みたいと思います。頑張ります。はい、そして今日のですね、空丸のチャンネルボーリングは対決なんですけども、ちょっとこんなですね、スペシャルカードを用意しました。これをそれぞれ1回ずつ使うことができます。こちらの助っ人は、誰かに、好きな人に助っ人をお願いすることができます。お願いしたい。そして左手、ま、利き手じゃない方の手でやって、はい、倒せた本数プラス30点が加算されます。すごい。そしてこちら予告、これは何本倒すっていうのを宣言して倒すとポイントが30ポイント入ります。お、ま、でもどれも元旦だったら無効になっちゃうので、確実に当てていけばポイントをゲットでございます。なるほど。そして、今回の対決は、勝った人が負けた人にジュースをおごってもらえるという、もう壮絶な、壮絶ですね、聖書さまようゲームでございます。負けたくないな、これ。絶対負けたくないですよ。一体いくらのジュースかわかんないですからね。はい、ということで早速対決していきましょう。ではまずは先行6位から、はい、と思います。何年ぶりだい。うわ、ちょっとボールはね、この私と同じオレンジのやつを、どれがソラマルさんかわかんない。どうやって投げるんだろう。いい段取りで全然。いやでも確かに4点でかいです、でかいです4点。
いや、追いつきたい。追いつけ、追いつけるな。いけー、いきます。お、あ、バブル。おお、いきなりよ。ナイスバブル。よし、いきました。いきます。いや、助走今やったなるほど。ちょっとまだ差は、そうですね、ね、あるぞ。もうちょっと真ん中を、助走。あ、シミュレーションしてますね。いきます。わ、あれ結構いい。うわー、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 あー、くー、やった。やっぱ最初今の早い。イエーイ、うっそうだ、やばい。ちょっとひみちゃん、え、そだまるさん嘘つきましたね。嘘つき、嘘つきましたね。じゃあ分かりました。私の真の右手を解放します。本気出していいよ。解放します。こっちの重りが外れてこっちに全重心がいってしまう。いきます。お、あれすごい。おお、片手の方が良かったまである。あれ、両手、両手いらんかったかな。確かに、ただ投げるだけじゃつまらないので華麗なるステップで。いや、今のステップも結構ね、華麗だったけど、さらに見せてあげましょう。さらに、いきます。おお、すごいすごいすごい。いや、負けてる。いや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 、ちょっとこの辺でしょ。カードあれ入れちゃいますか。え、これ全10回ですか。全10回ですか、これ。そうだな、じゃあもう、じゃあ予告。もちろんストライクで行きたいと思います。今ね、一回出たんで、この気持ちをちょっと忘れないうちにストライクで行きたいと思います。いや、行けちゃいそうな気がするんだよな。よし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 、これは行っちゃいそうだな。ストライク目指して参ります。あ、もうずっと
高いですよ、知ってました。そうだね。やばい！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 やば
思います。最初からいきます。あ、ひねりが逆だった。あ、でも1本倒れた。まあ、端からね。まあ端から攻めていくよ。時間あったら見てみてください。よろしくお願いします。ということで